午前10時過ぎの福岡市内です。手元の温度計は35度を超えました。砂浜も焼けつくように暑いです。福岡県と佐賀県は今日も午前中からほとんどの地域で30度を超えるなど厳しい暑さとなりました。各地の最高気温を見ると、福岡県久留米市が 37.9 度、朝倉市が 37.6 度、佐賀市が 37.4 度と、福岡と佐賀の多くの観測地点で猛暑日となりました。 RKB の調べによると、福岡県内では午後4時半までに50人が熱中症の疑いで病院に運ばれています。ギラギラと照りつける太陽、暑いのは人だけではありません。こちらの養鶏場では暑さによるニワトリへのある影響が懸念されています。2万羽のニワトリを飼育している福岡県築上町の養鶏場です。ニワトリは暑さに弱いため、鶏舎のカーテンを下ろし日陰を作ったり、扇風機を回したりして対策していますが、早い梅雨明けと連日の猛暑でいつも以上に気を使っています。食べる量が減ってくるから、卵が今まで10日で9つ産むのが8つとか7つとか減ってくるのと、今まで L サイズ産みよる鳥が今度 M になったりとか、1段階下がってくるから。ニワトリも人と同じで、暑さが続くと食欲がなくなり餌を食べなくなります。その結果、卵の数や大きさに影響が出る恐れがあり、場合によっては死ぬこともあるといいます。こちらの養鶏場では鶏の健康を維持するため、餌にあるものを混ぜていました。糖蜜を鶏の餌の中に配合するわけです。鶏は糖分を好むんです。で、餌の中に混ぜると甘い香りがするので、先に餌を食べてくれる。しかし、円安やウクライナ情勢によって餌代は高騰、さらに暑さ対策のため扇風機などの電気代が例年以上にかかり、経営に重くのしかかっています。もうやめるっていう養鶏場も全国でも出てきてますね。ちょっと先が見通しが効かない。餌代の高騰と異常な暑さのダブルパンチ、かつてない厳しい夏を迎えています。